忘れた。アーカイブじゃなくて、なんやっけ、まあ後から聞けるやつあるから、それで聞いてください。タイムフリー、タイムフリーやるのでぜひそれで聞いてください。お、元旦公演見に行った、お、ありがとうございます。聞き逃しで聞いてください。あー、新年一発目やったのに忘れていた。今日はちょっとバタバタしてたからね。あげおめー、来る、ん、来る、行く年来る年みたいな。くまたまありがとうございます。待って、たこやまありがとう。くまくま、うさぎやけどくま。あ、でもうさぎもついてる隣に、ぴょんぴょん、ありがとう。2023年もよろしくお願いします。今日はね、元旦公演でしたね。元旦公演、また今年もね開催できてよかったです。ちょっとねコロナが増えてたりしてどうなるかと思いましたけど、無事に開催することができてよかったです。くしゃびでそう。腹筋使った。なんだ今の、なんかパンダ出てきてんけど、待って、くしゃみしながら見てたで、パンダ出てきたの。あ、おみくじ、あ、大吉しゃ。今日おみくじ引きたかってんけど、もうなんか人多すぎて引きに行けなかった。行く、そう、引こうと思って、あの神社行きたくて、いいけども、人多すぎて無理やった。うわ、すごい、おみくじ、あ、中吉中吉。じゃあ今日の分のおみくじってことやね、今日できへんかった分のおみくじ。え、これ、え、すごい、めっちゃもうずっとおみくじ引いてる。ありがとうございます。中吉、新しい、そう、あのね、プロフィール写真新しくなったんです。見ました？ちょっと、どうしたら漏れるんでしょうかね。で、去年はあのめっちゃむくんでたし、もう去年の宣材写真ほんまにちょっとなんか、まあ、気に入ってなかったんですよ全然。でもうずっと変えたくて、今日心待ちにしてたんですね。だから、 あれ何かがおかしいってなりました。今年も同じ感じになっている、何かがおかしい。
自分で選びたいです。何かがおかしいんです。ほんまや。まさゆきさん、何やったっけ、鏡開き、鏡餅タワー、ありがとうございます。お餅、お餅食べてない、今年、今年っていうか去年っていうか食べてない。食べたい、お正月にお餅。撮影した時ね、撮影した時は、まあ、撮影した時も確かにあんまり漏れてなくて、でも撮ってくださった方が、シンシーほんまにどの角度でもなんか漏れてるよみたいな言ってくださって、ちょっとねご機嫌で帰ったんですけど、やっぱね漏れなかったですね。そう、アルバムも発売決定したので、もう初めてアルバムです。あの加入してから初めてね。そうなんで、宣材写真のオフショット撮ってないよね。そう、写真写り難しいです。あとね、なんか唇なんか唇めっちゃプルプルじゃない、みんなそういうなんか加工なんなんやろ。いや可愛いねんけど、可愛いと思うんやけど、なんかあの倍ぐらい、倍増唇の面積倍増って感じ。まあでも人から見たいい顔と自分が思ういい顔ってやっぱ違うから、それ人がいいって言った方がいい、いいっちゃいいと思うから、自分、そうだから、まあこういうのは人に選んだもらった方がいいんです。来年に期待です。来年に期待。あ、またまたタワーありがとう、カネピー。うさぎ来るなんていう名前なんやろ。ありがとうございます、カネピー、今年もよろしくね。自分で選びたいよな、自分で選びたいっていうか、この中から選んでくださいっていう、なんか絞る最終候補ぐらいまではこの5枚から選んでくださいみたいな出したいな自分で。新公演来てください、来年も多分やるので、ぜひぜひ成長見守りに来てください。プロフィール、プロフィールはそんなに変更してないかな、ほぼ変えてないと思う。初日入った、嬉しいです、記念すべき日にあ、特技変えましたね、萌え台詞に。そう、毎日彼女にしてたんですけど、萌え台詞に変えさせていただきました。水泳は
はね、なんかほんまに泳げへん、多分もう何年やってないやろうというレベルになってきて、いや特技やったんですけど、加入した時は。でもそっから5年経って、まあ、5年は最低でもやってないし、まあ、特技とは言えないなっていうことで変えまし消えしましたね。それぐらいです、変えたのは。明け埋めモノマネモノマネじゃないよ。アルバムも3月8日発売なのでお楽しみに。将来の夢も変えさせていただきました。まだまだ叶えたいことがたくさんあるので、2023年もよろしくお願いします。ね、なんか特典っていうか特典会、あ、タワリリース記念でなんかお話し会とかもあると思うのでお待ちしてますね。なんかお話し会の予定とか、あれどれやろ、ギフト、あ、あった、沸騰注意タワーありがとうございます。シンプルタワーありがとう、ハッピーニューイヤー。何の話してたっけ、ちょっと忘れちゃった。そう、お話し会そう、お話し会の予定がないとやっぱ寂しくて。でもね、また来年も、あ、来年、今年も会えるんじゃないかなと思って、すごく楽しみです。リアルもあるかもしれへんし、まだ何するかちょっと知らないからちょっと変なこと言えないんですけど、し、アルバムの内容も知らないんですよまだほんまに何も知らなくて、アルバムが発売されること以外知らんへんから、ちょっとあれなんですけど、ちょっと何も言えないんですけど、うん、加入してから初めてのアルバムなので楽しみですね。新曲多かったらね、せっかくやからね。ユニットとかあったら嬉しいな。でもね、だいぶ出してないからね、結構今までのシングル入れたりしたら結構曲数埋まりそうな感じやし、もうほんまにどんな感じかちょっと分かってないので何も言わないときますイビサ、あのナンバーイのアルバムが最後かな。ツアーとかやりたいな。え、アルバムってライブツアーあるん？そう。でもやりたい、ライブやりたいな、やっぱり。なんかライブ
の予定がないのもやっぱり寂しくて、なんか今日とかちょっと期待してたところもあったので、なんか春とかライブとかないのかなと思っていたので、少し悲しいですけど、今年はたくさんできたらいいですね。ラストツアーする、やりたいな。福袋買ってない、いいな、なんか福袋とか楽しい、わー羨ましい。可愛い曲いっぱいやりたい。そう、もうあのなんていうの、もう名曲も欲しいけど、もうブリブリの可愛い曲入れてくださいアルバムに。あ、今からでもまだ何も発表されてないから、今から急いで作ったらまだ間に合うかもしれへん。3月までにぜひ入れてください、可愛い曲。視聴公演したい、いや妄想膨らみますね。神曲がありますように。楽しみです、嬉しい。3月まで、いやもう今年ももう盛りだくさんな一年になること間違いなしやし、もうすごい幸先のいいスタートを今日切れたんじゃないかなと思ってるので、 NMB48 として今年はたくさん皆さんに喜んでいただく蹴る活躍ができるように頑張りますので、2023年も好きでいてください、目を離さずにいてください。キュン。それでは短いですが、まあ、みんなお正月やくしゆっくり休んでください。また5日に夢中ライブ公演があるので、その時にまあ、お正月ボケしないように頑張るので、お待ちしております。その時にまた多分ショールームはしますし、ルームスも今日も更新するので待っていてください。それではランキングを読みます、いけます。13位、たるきちありがとうございます。12位まつやありがとうございます。11位もっちありがとうございます。10位ゆきまるありがとうございます。9位てつありがとうございます。8位げんいちありがとうございます。7位れおさんありがとうございます。6位はっちゃんありがとうございます。5位かねぴーありがとうございます。4位たこやまありがとうございます。3位きたちゃんありがとうございます。2位まさゆきさんありがとうございます。1位ふっとちょいありがとうございます。ありがとうございます。こんなね、もう年明けから見に来てくれてありがとうございます。今年もどうか応援よろしくお願いします。ハッピーニューイヤー、みんなお正月楽しんでください。ぴょんぴょん。またね、バイバイ。